6月3日は、グレゴリオ歴で年始から154日目にあたり、年末まで、あと211日ある。第1回十字軍によりアンティオキアガン林即女が、関東顧問でアヘンを、公開処分、アヘン戦争のきっかけに、時のミノル、日本ダービーで優勝ケネディ米大統領と、フルシチョフソ連首相による、ウィーン会談、エドワード・ホワイトが、 アメリカ人初の宇宙遊泳ドイツの高速列車、アイスが、脱線事故札幌ドーム海上戦国武将、歌人、細川雄才誕生地質学者、ジェームズ・ハットン誕生画家、ヨハン・ヨン・キント誕生。画像は、風車、近代エジプト学の父、フリンダーズ・ピートリー誕生イギリス王・ジョージ5世、誕生中国の政治家、長学寮黒いビーナスの異名を取ったジャズ歌手。 ジョセフィン・ベイカー・ビート文学の代表者、アレン・ギンズバーグ女優、長沢正美サナダ・ノブシゲ、大阪夏の陣で、内ちに作曲家ジョルジュ・ビゼーボツ。カルメンより、トレアドールの歌を聴く作家フランツカフカボツ。王朝名と共に、南京政府を設立した、チン・キミヒロ、ケイシー・イラン革命の指導者、ルホンラー・ホメニーボツ。雲前不言だけで、火砕流発生。ありがとうございます。